長いと思ったら長いじゃない。でも全然余裕と思ってるんで大丈夫。3年ぶりに60キロ以下に落とすっていうことで最初は不安はあったんですけど、まあ、落としてみてだいぶ余裕もあり、まあ、コンディション的にもバッチリだし調子も絶好調なんで問題ないです。自分は昔からずっと笑顔ですね。やっぱ周りの人たちは大学生の時からもう減量したらそのボクサーの減量って一般的に多分みんなもう喋りもしないし下向いたりとかだと思うんですけど、まあ、自分の周りもそうだったんですけど自分は一度もそういうのなくて、やっぱ逆にそうなると調子も落ちちゃうんで、自分は常に性格は変えずに、もう前向きに常に行動します。そうですね、やっぱり絶対東京出れるのは違うんですけど、一般の人は呼べなくて、そこはちょっと残念だなって、やっぱり地元の人に自分の試合を見せたいっていう気持ちはあったんですけど、その土浦団地ジムを応援している講演会の人たちが来てくれるので、その人たちに自分の試合を見せれるっていう点ではすごく嬉しいです。頑張ろうっていう気持ちになれます。まあ、自分は次の試合に向けて練習してるわけではなくて、まあ、目標の世界チャンピオンになるための練習を常に今もしているので、まあ、次の試合の通過点でしか自分の中ではないんで、とりあえず内容は100点で結果も KO という形で終われる自信はあるので、まあ、そこを見ておいてほしいなと思います。いやまあどれくらいで終わらせるっていうふうには考えてないんですけど、とりあえず自分のやりたいことを全部出してそこで多分内容が100点になるので、そしたらその中で KO っていうのがついてくると思うので、まあ慌てず1ラウンドで倒そうっていうふうに思うんではなくて、まあ自分のやりたいことをやって1ラウンドで倒した2ラウンドで倒したっていう結果で終われればいいんじゃないかなと思います。まあ正直言うとまだまだスタート地点だとしか僕は思ってないです。やっぱ世界チャンピオンっていうのはまだまだ上なので、ここでやっぱ勝負とか言ってるレベルでは世界チャンピオンになれないと思うので、自分の中ではスタート地点としかまだ思ってない。もう誰が見てもあこいつは世界チャンピオンになるとか、あこいつは本物だって思わせるようなボクシングをする自信もありますし、見せる自信もあるので、ぜひそこを見ておいてほしいです。ありがとうございます。Thank you.